ちらはネクスコ東日本です。午後4時30分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに京葉道路を東京方面へ走行中の方にお知らせします。15キロポスト付近の幕張インターで負傷者が出る大型トラックと乗用車の事故が発生しており、現在事故処理を行っています。次に穴子ワンターを先頭に2キロほど、また12キロポスト付近の花ワンターを先頭に5キロほど、それぞれ渋滞しています。続いて東関東道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。第1番インター付近12キロポストに路上障害物があります。次に弾丸1からインターの手前3キロポスト付近を先頭に1キロほど交通集中のため渋滞しています。また宮城ジャンクションから高野ジャンクションまでの区間で横風が吹いています。続いて中央環状線内回りの情報です。小杉ジャンクションを先頭に四つ木まで3キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて6号向島線上り方向の情報です。江戸橋ジャンクションを先頭に2キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて東関東道を成田方面鹿島方面へ向かわれる方にお知らせします。宮城ジャンクションから伊達湖インターまでの区間で横風が吹いています。ハイウェイラジオ京葉道路穴川よりお伝えしました。あなたに実際です。